はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマです。幼児期に習い事をさせた方が良いかです。それでは、西荻フレンドリースクール室長、今野美先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。これ、結構、広い意味かもしれませんけれども、幼児期に、まあ、別にどんなジャンルでもいいから習い事をさせた方がそもそもいいのか悪いのかそういった話でしょうか。そうですね。例えば幼児期だと、まあ、幼稚園ぐらいで、まあ、それで なんていうのかな、その集団的なこと、特に、まあ、幼稚園で3歳で入れば、やっぱり2歳3歳ってこう空いてしまうし、でやっぱりこうその幼児だから始めるっていうことのやっぱり一番こう幼児期に大切なこう刺激じゃないんですけどね。だから例えばずっと家の中にいるのかと、そう、例えば幼児期に、じゃあ俳句やら足し算やら引き算を習う習い事をしたらいいかって、それはちょっと違うと思うんですよ、うんうんうん、例えばまた幼児期に字を書くとかね、うんうん、そういう習い事じゃなくて、やっぱり幼児期ってあのいろんなものがこうシナプスがこうできていくわけだから、その中で目を使って物事を分かるというよりも、一番よく言われてるのは耳が発達をするって。だからよく言われるのは、英語でも早くこう入れておけばって言って、まあ英語を始めるっていうのもあるんですけど、まあそういう意味でのね、例えば英語でも言語がね、日本語と英語と二通りありますって、こうね、一つのものでもっていう、まあ、概念ぐらいの程度で止めておいて、なんか意味は分かんないけど、英語ってやっぱりね、意味は分かんなくても、例えば英語の歌を聞くと、ね、日本人だって英語を覚えようと思ったら英語の歌聞いたり、外国人が日本語を覚えるのにまずみんな歌からやるっていう、うん、それと同じで、例えば黄色ってイエローって言うんだよとか、そういう英語じゃなくて、お勉強的な英語というよりはまずは親しむぐらいの、まず英語の発音、うん、やっぱり1,2,3,4,5,6,7 とかでもね、1,2,3,4,5,6,7、 なんだか1,2,3は分からないけど、耳で聞いて1,2,3のこのやっぱり発音がこうネイティブに近い発音でも、それが1か2か3かって、例えばそれを1って1って言うんだよとかね、2って2って言うんですとか、3は3とかね、そういうふうに教えちゃうと、今度は言語的に子供が爆発しちゃうっていう、要はまだ第一言語としての日本語が習得してないのに、2つの言語を同時にやると整理がうまくできないよ、できなくなっちゃうんですよ、うん、でもまあそんなに耳のいい時期にやっぱり英語に触れたいっていう、そういう意味合いで考えた時に、私は何が英語をやっててよかったかなって意味じゃないし、そのネイティブと喋ることでもないし、それよりもその耳を鍛えて、いわゆるそのすごく微妙な発音ってありますよね、ああいうのを歌でも何でも意味がわからなくてもこう聞いて、それを真似ることによって、その英語の発音ってできてくるじゃないですか。それは私すごい正解だと思うんですよ、口の使い方として。そうするとそれは後々こう英語を本当に小学校入ってから学ぶときに発音が良かった、意外といるんですよ、何も英語やってないのにすごい発音いいなって思う子って。で聞いてみるとやっぱり英語の歌とかを聞いてたって、それぐらいに留めとけばそんなに悪いこともないと。だからやっぱり幼児期っていうのは目が発達するわけじゃなくて耳が発達するという、そういう場合にただ家の中にいて、まあ幼稚園の行き来とするよりも、母と子だけの時間じゃないか、ね、そう、うん、そう、母と子だけの時間じゃなくて、幼稚園だとまたたくさんになっちゃうくらいだけど、うんうんうん、やっぱりピアノだったら1対1で、それだってやっぱり耳を使う、耳を使わなければできないし、で例えばピアノだったらば、それをドって認識したら脳でドって認識して、それを指で脳から指令を与えてドってこうやって鍵盤に行くわけじゃないですか。だからそういうこの頭の巡りとしたら耳も鍛えられるし、やっぱり脳も鍛えられるという、でまたまあ音が出るから楽しいとかね、
そういう習い事としてやっぱり幼児でまあさせた方がいいなと思うのは、まあそういうふうに家で英語の歌だけを聞かせる、意味はどうでもよくて、ただ発音がねそうなっていけばいい話だし、あとはやっぱりあのせっかく耳がいい耳の時に音感を鍛えて、やっぱりピアノを弾かせるっていうのは、ピアノは耳だけじゃなくて頭も使うっていう、だからすごくこう右左が不器用な子ってバランスが悪いんですよ。だから左は弾けます、右も弾けますね。だけど両方合わせたら弾けませんって結構あるんですよ、うん、それはもうそういう子供ってまあ明らかにこうバランスが悪いし頭が硬いと、うん、でも勉強はさほど今のところねできてなくても、子供の中には柔軟にパッと両手が合う子もいると、うん、そういう子はきっと将来伸びるだろうなっていう、うん、だからその柔軟じゃない子はもっともっと硬くなる前にね、うん、そう頭を柔軟にしていくという習い事としてはやっぱりピアノは最適かなっていう。でまた一つこう例えば絵でもいいし、絵の 教室で絵をやっぱり打ち込んで絵を描くとか、そういうことってやっぱり幼児期にしかできないかなっていう、うん、幼稚園に行けばまあ適度に絵も教えてくれるし、適度に歌も歌うけれども、でもそうより踏み込んでやれるのが幼児期かなって。なじゃあやっぱり家庭という場があり、まあ幼稚園保育園というその集団行動の場があり、プラスアルファで自分が何かその思いっきり発散できたりとか吸収できたりする、そう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 、あの刺激のある場所があるという意味には習い事も大いにありかなと。そうですね、だからうちなんかはあのそういう全般的なことを考えているので、まあ英語教室もあるけれども、でも英語はやっぱり本格的に始めるのは1年生からで十分で、で1年生から始めた子がずっと見てるんですけども、ネイティブのような発音になって非常にそのクリアに英語も話せるようになるし、それとまあうちは全みんな私立に行ってるので私学では英語教育がすごい盛んなんですよ。でそれとがこうマッチして、非常に1年生から英語をやってるけれども、もうすごい理解力だったりしてるし、もちろんまだ1年生からでも十分にね学べるし、でピアノもフレンドリーは兼ね備えてるんですけど、まあ昔から年長、そうですね、2歳児のクラスからピアノクラスをかけてる人が多いんですけど、で我々のピアノ教室っていうのはあのもちろん芸術も追い求めるけど、でもただ弾ければいいっていうんじゃなくて、ちゃんと音符を目で追いながら、これはどうだな、これはミだなと、まず音符を形として覚えられるか、これは動付け発見に後々行くし、うん、それから先を見る能力っていうんですか、うんうん、ドレミって弾いたら次にソーラシータってドレミね、次にファソーラって言ったらドレミ弾いたら次のファをね、うん、もう用意するとか、ね、うん、そういうこの先を見通す力っていうのも、うんうん、特に幼児をつけてますね、はい、だからまずあの幼児でも、まあ、ドレミファソぐらい3つなんですけど、やっぱり簡単に覚えられる子と簡単に覚えられない子がいるんですよ、うんうん、でやっぱり簡単に覚えられる子はまあいいんですけど、覚えられないっていうことになるとちょっとこのなんていうのかな、形の認識が悪いのかなと思うから、うん、それをすごく集中してやるとやっぱりこう学量っていうかね、あの、うんうんうん、ペーパーも良くなってくるという、対処の仕方がよく分かるというね。そうそうそう、だからそういう習い事をまあさせるっていうのが、うんうん、学校と幼稚園と家庭以外にもう一つ何かをね、はい、やるっていうのはすごく、うんうん、じゃあまあ体を動かすなり絵描くなり頭を動かすなりはいいけれど、逆にその先取りとかエリートとかそういったことばっかりやっちゃうとちょっと怖いなんです、ね、そうなんです、だから先取り学習バランスよく、うん、まあ体操をやるっていうのも確かにそうだし、うん、でもそれは受験のためにやる体操じゃないし、うんうん、受験のためにやるお絵かきじゃないしっていう、うんうん、そういうところを踏まえて、うんうん、別物としてね、うんうん、
やって習い事っていうのはいいかなと。やりすぎたらまた毎日習い事してるっていうの、そうね、はしごになっちゃうもんね。子供はもうこなすことができないけど、大人見るようになっちゃう、ね、そう、何か一つ、だから今うちの生徒でもすごくピアノが上手になってきてる子がいると、まだ他の子とはまだ伸び悩んでるんですけど、あ、でもいずれこの子はね、やっぱそれで一つ自分が自信をつくんですよ弾けるという。でこの間私が教えて、それでその子がね、下にうちの、まあ、フレンドリーの2階がピアノ教室になってるので2階にレッスンに行って、はい、で帰ってきたらね、偉いんです私に、先生ありがとうございましたって私、おーすごい、うん、どうしたのって言ったら、先生花丸をもらいました嬉しそうにね、そうかって言ってね、そうやってこの特に今の年長でみんなにも私の方持ってきて、先生これ花丸だったよ花丸だったよっていう嬉しさっていうことがどん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 自信になっていくんだなっていう、だからそういう意味での習い事っていうのはしてもいいかなって思いますね。はい、はい、ありがとうございます。参考にしてみていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、それでは教室からのお知らせです。はい、西荻フレンドリースクールでは幼児教育相談会平日と土曜日に行っております。オンラインでも対応しております。由美先生や今野慎介先生が皆様の、疑問質問にお答えすることができますので、ぜひご活用ください。体験授業も受付をしております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。あとは受験関係ですね、面接特訓コース、面接の練習したいよという方はこちらの面接特訓コースご利用ください。あとは願書クリニック、西荻願書クリニック、こちらも、受付をしております。面接特訓、願書クリニックともに全国の小学校の、対応しておりますので、遠方にお住まいの方ともね、ご活用いただければと思います。連絡先です。あ、そうそうそう。それぞれのね、申し込み等につきましては、概要欄にリンク貼ってありますので、チェックしてみていただければと思います。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスはご覧の通りです。はい、教室では引き続き様々なテーマでお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエスト、感想、疑問、質問も大歓迎です。よろしければ、ぜひチャンネル登録、高評価もお願いいたします。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。